いらっしゃいませ。また来てくれて嬉しいな。今日の SSR はこちら。裏切りの工作員。排出率は 8.1%。はい。というわけで。はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら。美濃田ガチャ、再び。はい。というわけで。まあ、リコリアの一番最初に、やったと思うんですが、そこから、まあ、いろいろとリストが洗練されてきて、というので、もう一度紹介しようかな、ということで。はい。また今回一応 BO3 用に細部ボードを、まあ、構築してはありますが、まあ、BO3 の対戦は取ってないので、BO1 になります。はい。というわけで。まず、色がですね、赤白メインから、ジェスカイカラー。もう完全に3色になりました。ということで、2コスト枠にフブルスプが追加されてますね。安定度のためのドローと、それと、魅了されたもののリリオス。こいつは、まあ、3コスで、まあ、2、3でできる人間で、しかも反射トークンという人間じゃないトークンを出せると。反射ってなんだよ、反射って。な。で、まあ、ミノタとの相性もいいし、なんなら速攻にも強いということで、こちら採用されています。それと、まあ、軽量塾の最骨。まあ、最骨3ターン目に出してミノタの元にする感じですね。また、こちら負荷。これによって、安定度が爆上がりしました。で4ターン目にミノタを引き込む確率が高くなったんですね。なので、まあ、1ターン目負荷、2ターン目なり、まあ、フブルスプなり、まあ、インスタント EQ法なり、で、3ターン目に、イクサーヤブンプラスか、アリオスが、で、4ターン目にミノータと。いう感じで、どんどん並べてって、まあ、SSR 裏切りの工作員を出せばいいかなという感じになります。また、このカードが入ったことによって、タッサ。で、ブリンクする方向でもいけるようにしました。まあ、リリオスブリンクしてトークン増やすだけで相当強いんですよね。というわけで、まあ、負荷からも持ってこれる上に、まあ、ウィノータとコスト帯が被っているので、最近フィノータが引けてなかったとしても、こちらのタッサで、を取っていけるような感じにしてあります。はい。で、SR 枠、SSR 枠は工作員とケニスさんですが、ケニスのために、土地には沼を一つだけ採用しております。まあ、グワの小道から持ってこればいいので。はい。まあ、これによって、墓地からウィノータを釣ってきたり、工作員を釣ってきたりもできるようになったので、大変な程度もちょっとだけ上がったのかなという感じがします。はい。土地の枚数は26枚ですね。絶対に4マナまでは伸ばしたいということで。まあ、土地加速自体はないんですが、234の動きでしっかり動ければいいのかなと思います。はい。さらにサイドボードには、まあ、この辺の、いろいろ入ってるんですが、私はカウンター主体にしてます。ハレルヤさんの記事で見たんですが、まあ、こういう風にカウンターをすることによって、今の環境の範囲の、ジャイルーダー、草案に対して強く出れるようになったのかなという感じがしますね。まあ、向こうもカウンター構えてくるんですけどね。はい。というわけで、対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。ミノータもいるので、あと土地が引ければ OK ですね。キープします。相手はラグドスルールスですかね。土地1枚引くこと前提なら、グワの小道は切らなくていいですね。骸骨は、嬉しいっちゃ嬉しいですね。ほい。あと1マナ。よーし。いいですね。オルゾフルールスか。オルゾフルールスなら、まあ、とりあえず、戦を立てます。構えたってことは、なんか状況持ってんのか。持ってそうですね。あえず、フブルスプは殴ります。倒す、でも。先に戦分を落としておいた方がいいですからね。お?ウイルス出してくれた。
これは嬉しいですね。黒持ってきときますか。いやー、美味しい。最高ですね。いやー、いいですね。次からルール詰まわせて2体がいけますからね。いやー、これがこの、ミノタガチャの醍醐味ですよ。アルセイド。オールドフ、オーラ型なのかな？まあ、ぶっちゃけどっちでもいいですね。もうこっからはやりたい放題ですよ。まあ、タップインディーですか。で、ビノータが2回誘発の剣です。失敗ですね。まあ、SR は出たんで、大丈夫です。はい、対戦相手登場ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。相手素案ですね。素案なら別にこれでもキープでいい気がしますね。キープします。まあ、こいつが手札握るのはちょっとあれですけどね。スフィンクスから、ボトム。こっちがもう一枚引けるといいですね。賢者の居留地。なるほど。えい。止まったってことはさ、遺骨かなんかを持ってますね。いや、骸骨か。お、土地は引けましたね。OK でーす。あとは、急砲が引ければ、対抗かな？何かしら除去をしてくるんですかね。とりあえずフブルスプは殴りますか。骸骨もらっておきましょう。こっち置いて、エントリー。あなたの草案出してくれると、よかったんですが、これは骸骨構えられますね。どうするか。速攻持ちもいないので、とりあえずフブルスプは殴ります。骸骨素置きが美味しくない。クラリオンでも、神の怒りでもダメ。フブルスプもう一枚出します。一応、骸骨構えの、チャックインで。えへ。まあ、安心できるようになりましたね。エブレスプを、まあ、手びりしばいても知らないんで、顔で。いいですねー。いい。エビリアをもらいまして。この作品バウンスしてもいい？プラスで持っときますか。よいしょ。相手さん、草案の日は引けてるのかな？一応フブルス戻すと、ちょっと延命できますね。ただその場合は普通にぶん殴られますけど。
手札に工作員抱えまくっていうのがあれです。あー、大変という同僚ですね。ホットゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ある程度が上がったのが、上がってくれたかなと思います。はい。で、まあ、私が思ってることなんですが、こういうトークも生成しない方法での美濃太もありなのかなというのがちょっと思いついたところですね。例えば、頭上の草食獣や、なんだっけ。まあいいや、ミコストの恐竜くん。クリーチャーのコスト下げる恐竜くんを立てて、まあ、そこから綺麗につなげて、美濃太で暴れ散らかそうみたいなのも、ありなのかなという感じがしますね。まあ、ウモリ採用して全部クリーチャーっていうのもありなのかなという感じがします。はい。というわけで、まあ、楽しいですよね、美濃太ガチャ。私はハマりきってますよ。というわけで。まあ、もうちょっとなんか洗練できる気がしますね。まあ、アリリウスとかも強いですし、骸骨が微妙にいらないかなという場面も多いには多いので、骸骨を何かしらに変えることが予想されますね。はい。ただ、それはそれで、骸骨がなかったり辛い場面もあるので、どっちつかずな気がしますね。まあ、ミノータのせいで、クリーチャーとクリーチャー以外、まあ、人間と人間以外というね、構築縛りがあるので、この辺だけはちょっと、まあ、それでも強いっちゃ強いので、地雷デッキとしていく、まあ、今後も居続けるのかなと思います。基本セット2021か。で、また人間も絶対増えるとは思うので、強化も約束されたようなもんですし、はい。今後も何かしらのタイミングで、いや、でも今ですら結構バグっていうのに、ここから増えて余計バグるみたいなことがよくありそうな気がするんですけどね。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。